ちょっと雲雪怪しくなってきたけども、今ね大人農場で俺がもう受け持った畑のところ来てます。通称16区っていう場所なんだけども、いやびっくりした。このところ行けばあるんだけども、塞がってる土砂崩れ、これ、土砂崩れだね。土留めしてたやつが崩れたんだ。いつの話、6年前来た時は普通に入れたのに、マジかよ。マジか。ここと毎日通ってさ、畑の様子あれやってたんだよ、作業してたんだよ。嘘。マジか。これ危険じゃね。まあ、静岡も結構大雨とかあったからね、びっくりした。ちょっと待って、もう一つ裏のルート見てみるか。思い出の場所が雨に打たれても、せっかくカメラ回してね撮ってるのに。びっくりだ。この上なんだよ、この上。着るものを揃えてさ、長靴履けばここら登っていけるけれどもさ、今ちょっと普段着だしさ、ちょっと雨降ってるし行きたくないな。裏の方行ければいいんだけどもね。本当に山の中でしょ、本当に山の中だよ。車で15分ぐらい行けばセブンイレブンあるかな。まあ、だからそうやって考えると、俺がやってる青森県の黒石市の沖上平はよりは都会です。コンビニあるから。あっちはね、30分ぐらいから下らないと、黒石側に下らないとローソンがないから、コンビニがないから、ね、それに比べればずっと俺からすると都会っていうかなんだけど、ここも崩れてるな。崩れてるな。いやいや、何があった。ね、でこの奥の方で育苗用の土を採取したりしたんだけどもね。で こっちがわ、雨強くなってきた。いや、それでもね、そんなしょっちゅう来れる場所じゃないからね、ここ830キロ先だから。コロナだから今回車で来たんだよ。公共交通機関乗ってさ、コロナに感染して、それで、まあ、俺のせいでさ、広がったとか、この職員さん、学生さん、研修してる学生さんがね、感染したってなったら申し訳ないから、車で来てね、一人で運転してさ、来たんだよ、感染症対策で。もう、雨強くなってきたかな。こっちはいけるな。びっくりだよ。16潰れてたじゃん。いやー、雨強いわ。ちょっと走る。急ぎたい。よいしょ。こっちも来てるな。こっちもすげえ土砂が来てるんだ。車、さっきのとこまで通じだったんだよ。ね。いや、取れなくなっちゃってる。潰れた。で、ここだよね。なんか奪ってるな、一応。草だらけになっちゃってるね。仕方ねえけど。俺ここでやったんだよ。こっち側全面使って作物栽培してさ、失敗いっぱいしたな。一番そこで勉強になったのが、そこでね、大豆育てたんだよ、大豆。でちょうど花が咲く頃に雨が降らなかったの。そしたらね、実が一切取れなくてね。大豆はね、開花してる時にね、水がないと取れないんだよってことをその時勉強しました。失敗から学んでね。ね、もうこっちの方とかもみんなやってたんだけども、ていうかやべえな。やべえわ。ちょっと待って、これはやばいよ。すげえよ、完全に道路潰れてるもんね、こうやって見れば。はあ、いや、あのね、あれ、これなんだろう、これは育苗用でも取ったのかな、それかイノシシにしては大きい感じするけどね。イノシシじゃないと思うけど、人だと思うけども、
すすきの苗とか取ったのかな、わかんないけどこれほらよく見るでしょ、土手をが崩れないようにさする工事のあれだ。うわこれこっからこれがここにあることさ知らなかったよ、そっちの土手にね。あることさ知らないぐらいそっち鬱蒼としてて山だと思ってたから、多分向かって10メートルぐらい向こうからこっちまで来たんだろうね。いやーこれだば。ここ使えないな。10メートルも手前に来るぐらい崩れたんだもんね、土砂崩れだ。すげーな。ちなみにこれタラの芽ね、タラの木タラの木はさ、あの脱線しまくりだタラの木はあのあれよ、あの日が当たるところこういう風にほら木が嘘としてないところに生えて、でだんだん背高い木が増えてくると消えていくっていうね。で今気づいたんだけど、これ何者かが死んでるね。あれ骨じゃねえかね、その白いの。よいしょよいしょ、あ違ったごめん、骨じゃなかった石だった骨に見えたんだよ違った、あまりに綺麗な城だったから骨だと思った。いやーそれにしてもこんなに変わるんだね。いやーすごいわ。今足元びしょびしょなんだけど、俺体もびしょびしょなんだけど、まあ着替えりゃいいんだけど。うわーこの山のとこ中入ってあけび取ったりさ、あの木一も取ったりしたんだけどもね、10メートルはこっちに手前に滑ってきてるね。んじゃあこれだばちょっとね、ここで管理するのも大変だし危険だもんな。でもそういう感じでここはあまり使わなくなってきたんだろうな。怖いもんね。うんまあ俺とかは怖いもんもう知らねえけどなこれさつまいも枝だ、あまり元気ねえなさつまいももな。うんさつまいもとか植えればイノシシいっぱい来るからさ、このネットと電柵でね、これ電柵だけど守ってるんだな。これは鹿対策だろうな、うん、俺の時は鹿いなかったけれどもさ、もう今は鹿がいるらしいから、やはりねやっぱこういう対策しなきゃダメなんだろうな。どんどんコストがかかってくるね。うん。いやそれにしてもこの土砂崩れはショックだったな。もうここ16ね、ここで2年間栽培したんだ俺。うんもこうなっちゃったら鹿だねんな。思い出の畑も潰れた潰れた、まあ、まだ使えるけどね、正直使えるけれども、いや厳しいな。だってこれから大雨があればこっちだって崩れてくるかもしんないきゃ、そうすればもうね無理だね。危険だ、危険を犯してまでこういうふうな経営をする必要はないと思うんで。うん、命があってこその経営だしお金だからさ、うん、まあでもまあ正直なところはね、体壊してでもやらない前ね時ダメな時っていうのはある。俺も結構ね体壊したけども、それでもやっぱ稼がには前の時ってあるんだよ。やっぱさ経営してればさ、あのサラリーマンであればやはり安全に気をつけて8時間労働それ以上は残業ってさ、ちゃんと残業代もらわなきゃダメだけどもね、こういう危険の中でもやんやまい時もあるんだよ、うん、だけどもやっぱりあるところではやっぱ線引かなきゃダメだから、もうこうなってきたらあのここの畑はやはりあまり手かけない、撤退するとか、まあ、そういう判断必要だろうな、うん、この16、うん、ちょっとこれはね、それか向こうの道路を通らないで、あのこっち側の道路ね、さっき見た方の道路なんだけど、そっち側から登るとか、まあ、そういうことをした方がいいんじゃないかな、うん、そうすればまだ使えるっちゃ使えるからね。だからこれはさ、あれは素人がさ、例えばここ敷地内だから俺とかがさブルドーザー使ってさ、まあ、乗れるっちゃ乗れるからさ、トラクターについたバケットで道路舗装したりとかもやれるから、まあ、やれるべと、やったとしてもあれはダメだよ、やはり土木工事しないと、あのコンクリートブロックでね、あの土手守ってそれでも崩れてくるぐらいだから、やはりプロの力がなければいけない。でもそれを簡単にやれるかっつうと、そんな簡単にやれるもんじゃないから、なんで何千万とかかかるじゃん、それを何千万かけてまでやる価値あるのかとっていうことよね。いや結局のとこあそこを山を切り開いてそういうふうに守らなきゃいけないくらいに自然の
自然の形の山を崩してるわけだからね。要はこの道路だって本来はさあの崩れたところの山の上からこういう風な地形だったと思うんだよ、ずっとね。そういう地形をね、後ろの道路でもさ、ほら削って道路作って、やってるわけや。そうすればね、自然のあるべき形、それを壊して形作ってるんだから、自然ってのはどうなるかっていうと元の形に戻ろうとするわけじゃん、ね、安定した形ってものがあるんだから、そこに戻ろうとしただけなのよ、先の崩れてるところ、ね、元あった自然の地形に戻ろうとしてるだけだから、これ自体はここの大人農場の、あり方、管理の仕方に問題があったんだよ。要するに自然がこうありたいと。お、ちょっと待って、栗なってる、栗、栗だ、栗、栗、うん。ここに栗の木あったべな、最近だな、若いから。俺がいなくなった後に栗できたんだ、なかったもん、お前。で、自然があるべき形ね、ほらこういう風にあったのよ、あったのを削ってここ山にし、あの山っていうかこの土手を上を畑にして、ここをさらに削って道路にしましたとね。不自然なのよ、本来の地形から見ればね、この道路がある状態が不自然。本当はもっと高いところ、多分俺が立ってるところより10メートルぐらいとか5メートルぐらい上が地表だったんだけども、上がね、で本来ある形じゃないのを自然的雨が降って崩れてきて、これ自然に近い形に戻ってってるんだよ。わかるって、わかるでしょ。こういう風なことって自然ではなかなかないと思うんだよ。川でも流れてるのは別だけどもね、それを人間が本来あるべき形を削って、重機とか使ってコンクリートが使って止めてたのを自然さんがね崩して元の形に戻ろうって。いや俺もこれもね、地球のホメオスタシス、向上性、あ、動物いた、イノシシだな、あ、映ってるかどうかわかんないけど、あ、怖い、ちょっと怖いな、ちょっと怖いから行くわ。イノシシは体重デッキを押すとかだったら90キロとかなるから、で全身筋肉だから俺じゃ勝てない。あ、まだいるな、近づかないとこ、俺じゃ勝てない。俺85キロで体脂肪率17、8とかそのくらいだから勝てねえなここだったら大丈夫だ。まあイノシシは危ない、まあ、で話の続きだけども、そういう風に地形がね本来あるべき、俺の沖上げ台の畑もそうなんだよ、本来あるべき形じゃないのよこれはね。本来あるべき形に沿って畑を作っておかないからこういうことになるっていうね。自然ってのがどうあるのが自然が望んでるかっていうことを考えてやらなきゃダメなのさね。本来であればそういうなだらかな状態で、まあ段でもつけてさ、簡単な階段つけて登っていってとか、まあ簡単に坂を作ってぐらいでさ、こんだけ大きい工事しちゃったから、それを元の形に戻るって言えば、やっぱああいう大きい災害が起きちゃうの。だから大雨で川が決壊したとかも、なんかあれも本来の形に戻ろうとしてる一過程だと思うんだよね。それを何回も直していけばまた起きるだろうなって思うんだよね。自然がどうありたいのか、どういう形でありたいのかっていうことを考えた上での、景観作り、畑作り、その河川作りっていうか町作りまで考えるようになると、自然災害と付き合い方っていうのは変わってくると思うんで、やはりそういうことだよね。そういうことの一例がこの土砂崩れ、さっきの場所ね、だったと思うんだ。うん。イノシシ怖いな。うん、まあそういうことよ。ちょっと抽象的な話になっちゃったけども、思い出の畑は多分この先、いや、使えると思うよ、ここはね。うん。迂回したりさ、こっから登っていく感じ。軽トラとか入れて物運ぶっていうのは危険だからやめた方がいいけども、使えると思うよ。ここから手作業で登ってやってればいいんだから。うん、だけどもやはり今まで通りの形では、昔のような俺がやってた時のような形ではできないんじゃないかなっていう感じでした。ちょっとショックだったけども、まあ、自然があるべき姿に戻ろうとしてるんだと思えばある程度納得できるしね。で俺びしょびしょだなっていうところで、うん、まあ動画終わりにしたいなと思います。いつまでもね同じ形でいるってものはないね。人間の関係であっても社会であっても自然であってもね、それは変わりながらその中でどう生きていくかだね。大変だ。まあ命を大切にね、安全に気をつけて経済活動していけばいいんじゃないかな、環境を考えてね、うん、そういうことを思い知らされました。